こんにちは。出会い場カンパニーの清水です。今日はですね、これから面接のシーズン、そして第一次面接は何からスタートするかというと、集団面接です。今日はですね、3人の方にご挑戦いただいております。福本さん、そして山田さん、そして坂口さんですが、よろしくお願いします。はい。それでは早速開始させていただきます。こんにちは。そしたらですね、皆さんにですね、今までの人生の中でどのような挫折があったかってことについてお話をお聞かせいただきたいんですね。そしたらまず坂口さんから、あなたにとって人生の中で一番大きな挫折は何ですか？はい、私の挫折経験としましては、落語のサークルに所属していたんですけれども、その 2年生の時にですね、そのサークルで開催したイベント、寄席なんですけれども、そのイベントの仕切りみたいな、準備における仕切りみたいなところを、私がまだ2年生なにもかかわらず、言うならばしゃしゃり出て、自分でこうやってしまって、それで、周囲の反感を買ってしまったというところが自分の挫折経験です。その時にその周りの信頼を得ることができなかったというところを反省しています。これ普通だと2年生としてはいらないの？はい、そうですね。普通は3年生が幹部代ということで、イベントすべて準備したりとかするんですけれども、ちょっと特殊な事情があって、仕事がパンクしていたんですね、その3年生の、代表の方が。というのも、代表の方がそのデザインが得意な方で、例えばチラシとか、縦看板とか、SNS に流す広告だとか、すべてデザインをその先輩がやっていたんですね。なので本来代表がやるべき仕事がそこで溢れてしまっていて、でその方が他の人になかなか頼れない性格の方だったので、抱え込んでるなというふうに思っていて、でそこをなんか私がこう見かねて、横取りするというような形に行動をしてしまったというような形です。実際にうまくいかないでさ、どんなことがあったの？うまくいかなくて挫折したってことは、なんかあなたが心の中でこういろんなことが起きたんだと。どんなことが起きたの、それうまくいかなくて？はい、具体的にやった仕事内容としては、その当日のこう人員配置ですよね。部員がこうどこに、大きなホールでイベントを開催するんですが、そのどこに、例えば受付とか外の人の案内とかいろいろあるんですが、その配置を決める、あとその、部員のシフトを決めるであったりとか、そういったいろいろあるんですが、それをすべてやっておりまして、でそうですね、そのやった仕事内容としては結果終わった後、その先輩方にも褒めていただきました。ただその過程においてかなり周りから反感を買っていたなと、なんでお前がやってるんだというような気持ちで見られてしまっていたところが失敗だったと思っています。それはあなたにとってその反感を買ったってことで どういう挫折があったの？はい、そうですね、途中のところで、私がこう出しゃばっていてあまり良くなかったと反省して態度を変えたので、最終的にはうまくいったんですけれども、途中まではなんであいつが仕切ってるんだと、なんであいつにシフト提出しなきゃいけないんだみたいなところでなかなか協力をしてくれませんでした。それが具体的に失敗だったかなと。なるほど、わかりました、ありがとうございました。じゃあ同じ質問、山田さんにとって人生の中で一番大きな挫折とは何でしょう？はい、大きな挫折は大学時代の部活動での出来事です。うん、馬術部に所属していたんですけれども。何部？もう一回言って。馬術部です。馬術部です。馬術部に所属していて、大学最後の夏大会ということで、中四国大会への出場をめぐって、自身がやっぱり副部長をしていたこともあって、出場は固いかなと慢心していたところがあったんですが、実際に手術とかが重なって部活に思うように参加できないっていう背景もあり、あとはその自分の慢心を監督に見透かされていたのかなと思うんですが、実際出場停止というか出場権をもらえないっていう形になりました。気持ちを切り替えて、そこからは部員のためにサポートだったりとか、大会当日も副部長とあとは幹事会への出席もあったんですが、それと合わせてフォローアップを一生懸命最後までやりきろうと思って、で気持ち切り替えて取り組んでいたんですが、最終的にはその姿勢を認めてくださって、部長じゃないですね、監督がそのまま当日枠での出場を許可してくださったっていう経験です。あ、ということはあなたは選手として出るはずだったけど、選手に漏れてしまった？はい、漏れました。で漏れて、そのあなたが漏れたことによって何か考え方変えたことって何なの？考え方は結構馬術部で個人主義というか、自分が馬に乗って戦うっていうイメージなんですが、実際に乗るまでのところは他の部員のサポートだったりとか馬の世話
だったりコンディション作りっていうのがすごく重要で、その部分をどれだけサポートできるかっていう、誰かのために自分がやりたいからじゃなくて力を使うっていう考え方に変わりました。なるほどね。あなたにとってその出来事によって何が変わりました？一番変わったのは物の見方というか取り組む時の視座かなと思います。何から何に変わったの？自分個人の目線で考えていたんですが、そこからは組織全体をある程度見通した視野を持って行動するようになりました。なるほどね。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ福本さん、同じ質問、あなたにとって人生における一番の挫折とは何でしょう？はい、かしこまりました。まず、挫折についての定義について、僕は挫折は、何度やってもうまくいかないっていうことを挫折だというふうに考えています。その上で僕は、小中高と、ずっと行ってきたダイエットが成功しなかったっていうのが一番の挫折経験かなっていうふうに思っています。なるほどね。これなんでダイエットしようと思ったんですか？はい、ダイエットをしようと思ったきっかけとしては、自分自身、ちょっと小学校の時は太ってることをやったりとか、体がちょっとあまり白いという、あまり外出なかったっていうのがあって、白くなってしまったっていうところで、ちょっと何て言うか、いじれられてしまうということがありました。そこでちょっと嫌だなっていうような思いを抱いたので、そこで変わろうと思うきっかけをしたんですけど、なかなかうまくいかず、結局ズルズル来てしまって、大学でやっと痩せたんですけど、高校ぐらいまではずっと、ダイエットに失敗し続けてるような状況でした。そうするとあなたにとってのその挫折ってことは、ダイエットがうまくいかなかったこと？ダイエットがうまくいかなかった、結論言うと、そうなのかなっていうふうに思いますね。どれだけ自分が考えて、やってもうまくいかない、結果が出ないっていうところが挫折かなっていうふうに思ってます。その結果が出ないというか、あなたはどのように思ったんですか？はい、結果が出なかった時は、私は、自分自身がちょっと努力が足りないのかなっていうふうに思っていたのが、はい、いました。で、それでその挫折ってその出来事を経て、あなたはなんかどうか変わったんですか？はい、そうですね。ここはちょっと体験から話させていただくんですけど、私は、小中、高と、例えばテレビでやってるような、バナナダイエットとか、リンゴダイエットとか、そういうような、他人の方法をそのまま踏襲して、それを努力してやってるだけの、人間でした。ただ大学からは自分に合った、適したダイエット方法を分析して、食事管理とか運動などを行うことで、ダイエットに成功することができたので、そこから私はその実際にその自分のについて細かく分析とか、それこそ管理をすることで、失礼いたしました。ちょっと変えさせていただくんですけれども、今まで結構これぐらいまで痩せるぞっていう高い目標を持った上で、それをずっと目指してすぐ結果が出ると思って行動していたんですけれども、この大学時代からは高い目標に対してちっちゃい目標をどんどん重ねていって、で高いその最終目標にたどり着くっていうところっていうのを意識していたので、その部分で自分は変われたのかなっていう。なるほど、ありがとうございました。さあ今皆さんにですね、挫折経験について聞いたんですけど、これもう一回皆さんに、やっていただいてね、挫折ってどういうことを指すと思います？じゃあちょっと聞こうかな。坂口さん、挫折っていうことってどういうことだと思う？日本語で言う挫折って。そうですね、この場で聞かれている挫折の意味としては、こう何かこう自分の考え方でうまくいかなかった、でそこから考えを改めねばならなかったというような経験かなと考えています。挫折と。じゃあ同じ質問、山田さん、挫折というのはどういうことだと思います？自分が変わるきっかけというか、今までの自分の中の常識が外部からのこう刺激というかによって心が折れたりとかして変わる経験かなと思ってます。福本さん、挫折って何だと思う？私はそのやっぱりどれだけ努力しても叶わないということ、叶わなかったっていう部分が挫折なのかなっていう印象を持っていました。なるほど、はい、挫折と失敗ってよく多くの人が間違えちゃうんですけど、挫折っていうのはある出来事が起きて失敗しました。で失敗して考え方が変わるだけの自分の中に出来事が起きて考え方を変わらないといけない。ですから山田さんと坂口さんが言ったことの話が挫折っていうふうに言われてて、福本さんのお話してる内容、それ挫折って言わない、失敗しただけだね。失敗した後に自分が考え方を変えて何かのやり方に変わるってことが消化されない限り、それは挫折とは言わないってことなんだね。例えばダイエットで失敗した、今までのやり方が間違えていた、
このままじゃダメだ、痩せれないから考え方を変える、そこが起きて考え方を変えないと挫折というふうに普通言わない、これをまず理解した上で、今回の3人の話で山田さんの話が一番よかった、圧倒的によかったね。挫折のことを正しく認識して、ああ考え方があって、で坂口さんはそうだな、これ自分でちょっと変な話に持ってっちゃったから、挫折のとこの話のとこの部分に上手にいってないよね、あれだとね。そうですね、この特に考えがどう変わったかっていうところまで言及できなかったなと思ってて、だからあの短な、まあ、3分の中で言った時に余計な話をしてるよね、だいぶね。そうですね、だからあそこがやっぱり喋ることが好きな分だけ余計な話をしちゃって、本当のところだから要するに先輩たちにの出しゃばって出た、出しゃばって出て、どんな出来事があったかって、それがあなたがものすごい落ち込まないといけない出来事がないといけないよね。で挫折したんだから、今までのやり方を私はこんな風にやってたのを例えば変えて、先輩の例えばね、先輩の自分がやってると後輩がやってるのを先輩のバレを立ててねやったとかさ、なんかそういう話になってないと挫折っていう風にならないから、だから途中で具体的にはって言った時にこうなんか細かなシチュエーションを話しすぎたことによって時間がなくなってるよね。で僕はひょっとしたら坂口さんが挫折の意味合いを間違えてるのかなと思って最後これ確認で聞いたら、分かってたから、分かってたらあの話し方しちゃうとあれってなっちゃうから、そこは注意した方がいいね多分。そうですね、面接官の、いや面接官の方にこうどういうふうに変わりましたかって聞いてくれるだろうと思っていて、それを待ってたら時間切れになってしまったので、そこはタイムマネジメント、はい、自分の中でちゃんと完結しておかないといけない。特にこの短な面接だから、長いやつだったらさ、もうちょっと喋らして、じゃあ具体的にその出来事でどうなったのっていけるじゃない、はい、でも短な時間だと自分でフィニッシュをちゃんとかけて、だから山田さんぐらいの感じでこうでした、別でこうしたんですよっていうぐらいに相手がもう一回質問できるぐらいのなんか時間配分をしておかないといけないってことだね。はい、分かりました。で福本君はね、まあみんなってお話したように挫折っていう意味合いを、まずこれよく出る話なんで、失敗と挫折とはちょっと違う。で挫折っていうのは自分が何かをやってうまくいかない、ここまで一緒なんで失敗と、はい、失敗って失敗した、変えないんだよね、やり方を変える場合もある、失敗はね。でも失敗した後で大きく自分の考え方を変えなければいけないんだって気づいたことに何かが変わる、だからそれが挫折っていう捉え方をするから、そこのとこまで自分が理解して、だから自分がこれの今までのやり方じゃダメなんだって、私が変わりましたってことが起こるっていうふうなものとして捉えて、じゃあそれだったら何だろうなってことを理解しておくですね。で挫折経験は必ず聞かれるのは、じゃあそれでどう変えたのって言われるんだ。で変えた後あなたはこの事件で何を学んだのっていうのがセットで行われるんだよね、大体。だからそこまでは聞かれるんだなと思っておくべきだよね。何が変わりましたかって聞かれますよっていう、何ですかね、はい、これが、はい、どうぞ。環境面が変わったっていう、変わったことでなんか挫折うまくいかなかったことっていうのも考え方変わるんで、挫折経験みたいな感じで話せる。例えばあるじゃないですか、自分がね、はい、引っ越ししましたと、したら周りの人と馴染めなくて、はい、馴染めないことがあった。でも馴染めないことだけだったら抽象的ですから、馴染めないってどんなことですかって喋れないといけない。あ、はい、だって馴染めないって抽象的な言葉じゃ、馴染めないって言ったら友達にいじめられたとかさ、うん、だからそういう具体的な事実としてこういう出来事があった、こうだから、だって馴染めないだけだったら痛みの深さがわからないよね、うん、いじめられたりね、みんなにのけものされたり、なんやかんやすごく心が痛んで、自分がそれを変えるためにこうしたとか、うん、そこが重要なんだね。ああ、ありがとうございます。そしたらなんか別のエピソードがちょっとあるので、それを考えてみようと思います。ですから上手に短な時間で、この集合面接っていうのは短な時間でやっぱり処理しなきゃいけないから、で面接官がいつもいつも質問してくれるわけじゃないんですよ。だからそこは面接官が待たないでも自分で少なくともこのことまでちゃんと答えとかなきゃいけないってこともコントロールしないといけないっていうことをですね、学んでいただければと思いました。今日は3名の方にですね、集団面接ご挑戦いただきました。ありがとうございました。見ていただいていいねって思ったら、ぜひ高評価、そしてコメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。